なんかあんまし夏らしいこと遊んだりとかそういうことをする間もなくね、夏が終わろうとしてるんですけどね。なんかこれからなんかこう、なんかいろんなことがこう試される時期が来てるのかななんて思ったりして。仕事で打ち込めたっていうのは ある意味すごい幸せなことで、ちょっとここだけの話、自分の中にこう転機が来てるなっていうか、ちょっとそんなのをねちょっと思ったりして、この絵に関してはもう分かりやすく描いたら失敗で、なんかやっぱしこう絵にしかできないこと、写真とか映像でこうトレースされたものではなくて、もう本当にその自分のそのこう絵にしかできない記憶をこう定着させるっていうことがこうやっぱりテーマの一つなので、生きてるっていうその命の最後の最後まで生きてるっていう人たちと、もう死んでしまった人たちをちょっと分けて書くっていうかね、それでもそのラスト1秒までこう生きている人を描きたいっていう気があるんですよね。